本当にこれで良いのじゃな。敵は島津だ。手強いぞ。引き締めてかかれよ。この辺りは火山が多く、やはり温泉地も多いな。温泉、また入れるかよ。貴様ら、緊張感というものを知らぬのか。
ちのものだねよ。いらぬ真似を。だが助かった。拠点制圧。この一撃で攻勢に転ぶ。今こそ雪辱を果たす時。こたびこそ出てくれるわ。まだまだ。槍でも折れん。やむを得ました。退却だ。天制圧。この窮地いかに出すか。拠点陥落。苦境だが嘆き取るとも俺は知らない。上等。苦難は俺の魂を強くする。もはやこれまでなのか。むむむ、変なのじゃ。これはかなわぬ。この窮地いかに出すか。この首の響きが。この一撃で攻勢に転ぶべし。雰囲気が変わった。静寂に死ぬ。総大将一撃。ここまで。撤退せよ。やむを得まい。退却だ。引かざるを得ぬか。やむを得まい。先生、これはかなわぬ。諦めないのじゃ。まだまだ。先生、まだまだ。こたびこそ止めてくれるわ。コウモリの牙は槍でも折れぬ。
と違いか。俺としたことがここにも光秀はいなかったか。今日の戦場は最高の舞台だった。右手を見ろ。あれが桜島だ。右手じゃな。お前、右手は右手なのじゃ。桜島とやらではないぞ。そうではない。右手のある方向を見ろ。初めからそう申せばよいに。あれが桜島か。美しいの。山が海に浮かんでおるようじゃ。そうだ、美しい。だが忘れるな、その美しさの裏に悲しみが潜んでいる。過去度重なる噴火は多くの不幸を呼んだ。自然とは恐ろしいものなのじゃな。はあ、季節が強化されたようじゃ。書状か。父上の消息が分かったのじゃな。いや、光秀の消息を知っているかもしれない男についての情報だ。その男の名は毛利元成。バカな。元成が生きているというのか。教えよ、元成とは何者じゃ。中国を支配する毛利家の先々代の当主だ。もうとっくに死んだと思っていたが、結局織田家は我らを利用して毛利を攻めたいだけではないのか。それでも我らは元成に会いたいのじゃ。元成はかつて陰湿な冒険で父を苦しめた男だ。でもたThank you.
じゃ。強化された施設があるようだな。強化されたようですぞ。本当にこれで良いのじゃな。施設が強化されたようですぞ。どの施設にするか。天下に挑む。施設が強化されたな。
が発展したようじゃ。されたようですぞ。誠によろしいか。されますかな。どの国にするか。武勇見よや。船は船酔いするから苦手だよ。帰りも船かと思うとうんざりだな。波のうねりは心の雑音を払い、風の調べはすさんだ魂を洗い清めてくれる。でも俺の魂は洗い清めなくてもピッカピカだよ。むむ、惜しいよ。魂は見えぬのになぜピカピカとわかるのじゃ。なるほど、君が光秀さんのお嬢さんだね。それはね、毎晩磨いているからだよ。むむ、なぜ意味ありげな笑顔で答えるのじゃ。欲しいよ、毎晩魂を磨く話興味があるぞ。ザ
雑談をしに来たのではあるまい。さっさと本題に入れ。おっとごめんごめん、織田から出す火星の準備ができたんで打ち合わせに来たんだ。敵将毛利元就は新参希望の名将。ここは一致協力して難敵に当たりましょう。ふむ、戦なぞ仕掛けずとも普通に会いに行ってはダメなのか。ふむふむ、元就は一回死んでるんで、毛利家に危機が訪れねば蘇らぬのじゃ。残されし者たちの悲鳴が影すら失ったはずの元就を打つ潮に引き戻すか。なんだか怖いのじゃ。とにかく毛利に攻め入って元就を引っ捕らえれば済むことだ。慈しむ元就は夜襲で大勝利を収めた場所で戦後社殿を修復し今の美しい姿になったという。元就は良い幽霊なのじゃが。うちと人差しもんどくれやつ。
牙は槍でも折れん。俺の手に落ちた。我が本気ミオヤ。これで本当に元就は復活するのかな。まだ攻め方が足りないね。もっと頑張らなきゃ。そうか、もっと頑張って。子供は素直じゃないとね。このまま帰るわけにもいかないでしょう。拠点制圧。ここまでよ。こっからの店は派手にかぶくぜ。ほら、もう一刺し参りましょうか。セオフリーズ、逃げた。影すらなくした。さすがのお働き。拠点陥落。軟骨の響き。鉄の響きが。
牙は槍でも折れん。縛らないでほしいな。ほっとしたのか、なんだか気分が良くなったのじゃ。異常な乱世、抗い尽くすまでだ。ついに捕らえたぞ。父同説に代わって貴様を撃つ。母上、立花、謝ってはならぬのじゃ。元就、わらわは明智光秀を探しておる。どこにいるか知っておらぬか。明智光秀か。出奔の噂は本当だったんだね。中国地方に現れたという話は聞かないな。はぁ、また空振りなのじゃ。結局我らを利用するために織田が適当な話をでっち上げたということか。あ、そういうこと言うかな。乱丸さんが熱心に光秀さんの行方を探してるのは本当だよ。まあこの際毛利を落としちゃおうって話は俺が提案したんだけど、誰も損しない話でしょ。やれやれ、誰も損しないって。それじゃ私の立場がないな。最近の織田家のやり方は少し強引すぎるよ。元就が何も知らぬならばもうここに用はない。引き上げよ。元就はどうするのだ。一度死んでいる者を再び撃っても仕方あるまい。ありがたいね。これでようやく隠居できるよ。知らせが届いたのか。いや、乱丸はもういない。信長と共に果てた。え、今日本能寺で謀反が起きた。織田信長はもうこの世にいない。信長を襲った軍勢は桔梗門の上りを掲げていたらしい。桔梗門、まさか父上。泣くな、まだ真偽のほどは知れぬのだ。
光秀の仕業とは限らぬ。たとえお前が謀反人の娘として天下に拒絶されようと、俺たちはお前の手を離さない。決してな。我らを信じよ。よいな。分かったのじゃ。とにかく事の真偽を探り、偽りの咎に汚された光秀と一族を守るため機内へ兵を進めるが上策だな。どの国じゃ。強化されたようですぞ。よし、これで天下に挑む。施設の水準が上がりおったわ。皆の者、出陣じゃ。
出陣じゃ。進め、人は毎日が進めるのだから。元近様の額に合わせて参ります。遠慮は無用ぞ。この拠点に刻まれた。命取ってのものだねよ。俺が勝って、お前は駆られる。行くぞ。死ぬだけ。諦めん。借りは返す。その首もらった。暗骨の刃で天神を貫け。対するしかないか。
さあまだ終わっちゃいないぜ。死ぬべきして死ぬだけ。まだ勝負はついていないぞ。借りは返す。拠点陥落。対するしかないか。命あってのものだねよ。諦めないのじゃ。これで勝負を決してやるわ。まだ勝負はついていないぞ。命は粗末にできん。失敗じゃ。まだまだ。コウモリの牙は槍でも折れん。再出撃じゃ。勝負はこれからだ。こっからが見せ場。派手にかぶくぜ。陥落。大将出現。
諦めん。拠点制圧。今は引いてやろう。まだまだ、最後まで諦めん。苦境だが、嘆きの歌を俺は知らない。傭兵相手では不足だ。上等。命はこのものだねよ。コウモリの牙は槍でも負えん。いずれまた戦場にてまみえようぞ。拠点制圧。わしの思いお前なんかに負けません。反骨の響きが。命さえあれば十分。何度でもやり直すさ。貴様の叫びは俺の魂に響かない。異常な乱世、抗い尽くすまでだ。光秀が見つかった。すでに居城に戻り、家臣や一族の者たちを守るべく明智追討軍を迎撃する準備をしているようだ。世間は明智光秀を謀反人とみなし、各地より追討軍が押し寄せている。そんな、父上は謀反などなさらぬ。真偽がどうあれ、今や光秀の弁明に耳を貸す者はいない。戦いは避けられぬ。わらわは行かねば。殿下を敵に回してもわらわは父上の味方じゃ。上等。お前の清潔な覚悟に魂が共鳴した。その天下への反逆の調べ、俺も共に奏でよう。すまぬ。ほう、もう泣かぬのか。泣かぬ。父上をお助けせねば。立花も負けぬぞ。領地が増えおったわ。城下が発展すると良いな。
どの施設を移設するか。強化されたようじゃ。施設が強化されたな。本当に良いのだな。一段と豪勢になった建物があるね。はあ、施設が強化されたようじゃ。